はい、それでは定刻になりましたので、計算科学技術特論 C、始めさせていただきたいと思います。私、東京大学の岩田でございます。第1回目の講師として、東京大学大学院理学系研究科の東堂先生にお話しいただくことになっております。で、この特論 C という講義なんですけども、どういう話をするか非常に分かりにくいという、ことを多方面から、聞こえてくるんですが、本来なら私の方から趣旨説明というようなことをやるべき、だったかもしれないんですが、その辺の講義の概要、全体の概要のようなことも含めて、東堂先生にお話しいただけると、いうことになっておりますので、早速、始めていただきたいと思います。それでは東堂先生、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。東京大学の理学系研究科の東堂と申します。よろしくお願いします。今日は第1回ということで、今回と2回目、私が開発している ALPS 量子多体問題を解くソフトウェアなんですけど、それの開発あるいは公開に関するお話をしたいと思います。まず簡単に自己紹介させてください。専門は、計算物理あるいは量子統計物理物性基礎論という分野になります。学位を取ったのが鈴木正夫先生のところで学位を取りまして、その後六本木の物性研、それから柏の物性研、それからチューリッヒの、永定派ですね、それから物理工学専攻に行って、でその後CMSI の特任教員として、神戸のアイクスで2年ほど勤務しました。で2014年からは本郷に戻ってきて、理学系の方で教えています。それで CMSI では第一部会の中で研究すると同時に、広報の担当であるとか、分野振興の担当というのも、少し手伝わせていただいています。それで専門は先ほど言いましたが、計算物理あるいは量子統計物理物性基礎論という分野で、だからすなわち、仕事っていうのが、自分のプログラムを書いた、自分が書いたプログラムをデバッグすると。で趣味が他人の書いたプログラムをデバッグするということになってます。それで、他人のプログラムのデバッグ趣味ですっていうと、普通そういう人いなくて、今までそういう人に出会ったことないんですけれども、そういう意味で結構偏った考え方を持っているとは思いますが、そういう人から見た、プログラム開発に関する話ということで、とりあえずこういう例があるということで、聞いてくださればと思います。でまずこの講義全体の話ですけれども、まず、岩田先生からいただいた、どういう人を対象にどういう目標でやるかということについてここにまとめました。対象としてはアプリ開発のスペシャリスト、もしくはスペシャリストを目指す人ということです。でこれまで特論 A、B で、プログラムの書き方であるとか、並列化あるいは最適化ということに関して講義があったと思いますが、それでとりあえずプログラムは書けるようになると、早いプログラム、並列のプログラムが書けるようになると。それでその先の話ですね。実際、開発や普及が進んでいるアプリに注目して、その実際、開発したものを公開するあるいは普及させるためにはどういうことが必要かということを、学ぶというのがこの特論 C の狙いだと思います。すなわちプログラムを書いた後のこと。実際ですね、一つ強調したいのは、プログラムを書くということとアプリケーションを開発するっていうのは多分全然別のことですね。はい、早いプログラムを書くというのと、人から、きちんと使ってもらえるようなアプリケーションを書くというのは多分別のことなので、その点に関して、お話ししたいと思います。すなわちアプリ開発、どういうふうに開発するか、どういうふうに公開すればいいのか、あるいは普及のためにはどうすればいいのか、どういうふうな運用していけばいいのか、あるいは実際使ってもらうためにユーザビリティであるとかメンテナンス性とかっていうのを考えなければいけないんですが、そういうものをどうやって向上させていくかということです。それで実際そういうことに関して、きちんとしたカリキュラムっていうのは残念ながら存在しません。私の知る限り存在しない。で、この特論 C の狙いっていうのは、そもそもそういう方法論であるとかカリキュラムを、確立する、いろんな人の話を聞いてその、共通項からカリキュラムを確立するというのも一つの目標になっているというふうに私は理解しています。はい、それで、
これは岩田先生がまず、作ってくださったこのようなことを講義してくださいませんかというので最初にいただいたものです。箇条書きでたくさんありますけれどもいくつか、項目に分けてありまして、そもそも、アプリ紹介するアプリがどういう背景、どういう問題に使うために作られて、どういう歴史であるか、それから実際アプリを使う時の実行のイメージですね、入出力、それから解析であるとか、他のアプリとの連携はどうなっているか、これが実際公開アプリに関しては非常に重要なところだと思います。それから実際プログラムを作る時に、どういう言語を使っていたり、どういうふうに設計していたり、あるいはどんな工夫をしているかというようなことについて、紹介してくださいということです。それから、アプリっていうのは一人で作る場合もありますし、他人数で作る場合もあります。そういう場合開発体制がどうなっているか、どういう歴史を、歴史で、開発をやっているか、どういうメンバーでどれぐらいの人数でやっているか、それからその複数の人間でアプリを開発するために、どういう仕組みを使っているか、例えばバージョン管理ソフトであるとか、そういうものの話、それから実際新機能を追加したりデバッグをしたりするときにはどういうふうな手続きでどういうふうにやっていくか、あるいは新しいその開発者ですねが来たときにはどういうふうに教育して中に入ってもらうかという話、それから実際公開した後に、どうやって運営していくか、メンテナンスしていくかという話ですね。ドキュメントであるとか、チュートリアルをどうしているか、それから公開をどこでどういうふうにしているか、あるいは普及活動っていうのをどういう形で行っているか、それからそのユーザーが増えていったときにそのユーザーサポートをどうしていくかというようなことについて、話してくださいというふうに、お題をいただきました。それで、今回私が最初ということで、まず全体のプログラム、アプリの数として1,2,3,4,5,6個ですかね、アルプスに始まってオープン MXX、タップ、フェラム、モジラス、それからスマッシュという、アプリに関して、紹介があるということになっています。それから特定のアプリに関係する話ではないですが、例えばどういうふうに読みやすいものを書いていくか、可読性と性能の両立を目指すか、あるいは公開の時に必要なライセンスの話、それから実際、企業で、プログラム作る、アプリを作る話、それから、これどういう内容か私知りませんけども、ソフトウェア工学の視点からということで、もう少しこうアカデミックに、ソフトウェア工学という立場から、アプリの開発というのがどういうふうに考えられるかという話もあるかと思います。で、いろいろな人がいろいろな立場から話をすると思いますが、それをこう重ね合わせてみると、カリキュラムとして、あるいは方法論としてどういうものが大事なのかっていうのがだんだんこう浮かび上がっていくというふうになれば、この特論 C がおそらく成功なんではないかというふうに考えています。それで、今回最初の講義ですので、とりあえず私としてはその岩田先生からいただいた項目をできるだけ素直に叩き台として提示、それをたどりながら叩き台を提示するということが私の、やるべきことかなというふうに思います。で、とても全部に関しては残念ながら話ができないので、ここでグレーじゃなくて黒で書いた部分に関して、先ほどの項目を、辿っていきたいと思います。アプリの背景、それから実行イメージ、それからプログラムをどういうふうに作っているか、それであとはえ開発体制はどうなっているか、あるいは公開運営方法はどうなっているかということに関して、2回でお話ししたいと思います。もう少し具体的なプログラムは、こういう感じですね。まず本日は、この全体像をご紹介しました。今でこのあと、私が開発してますアルプスというのがどういうアプリケーションか、その全体像ですね、どういうものを対象にしているか、どういうシミュレーション手法であるか、それからどういう背景あるいはどういうモチベーションで作り始めたかと、で、どういうふうに使われているかというのが前半、それから今日は特にアルプスを作るにあたって作って公開する
にあたって、まあ、どういうふうに設計、どういうふうな方針で設計を行って作ってきたかというところに重点を置いてお話ししたいと思います。すなわち、どういうワークフローでシミュレーションを行いたいかというのをまず最初に考えまして、それを現実にのものとするためにはどういうふうな設計をしていけばいいか、どういうふうにアプリ全体の階層構造というのを設計すればいいか、それから入出力はどうするべきか、それから柔軟でかつ性能を失わないようなアプリを作るためには、どういう言語を選んでどういうふうなプログラムテクニックを使えばいいか、それから後処理とか可視化はどうすればいいかというようなお話を、メインで、今日は行いたいと思います。で来週ですね、第2回目では、どういう開発体制であるかですね、開発の経緯と開発体制、それからライセンス、ビジネスモデルと言ってもいいかもしれませんが、どういうライセンスで公開して、どういうふうに、評価してもらいたいと思っているかというか、評価してもらう、仕組みを作っているかということについてお話しします。それから実際開発で、オープンソースのツールというのを非常にヘビーに使ってますけれども、例えばビルドシステムであるとかバージョン管理、それからバグトラッキングですね、それからドキュメントを作る、あるいは GUI とか可視化、こういうものが、オープンソースあるいの、公開ソフトに関しては、不可欠なものだと思います。それについて、どういうものを使っているか、どういうふうに使っているかということを紹介したいと。それから最後、そのアプリケーションを実際普及させていくためにどういうふうなユーザーサポートを行っているか、それからここからはアルプスだけの話ではありませんが、CMSI として、どういう仕組みを準備していて、どういうふうにその公開アプリの普及を手伝おうとしているかということについて紹介したいと。それから最後に、私なりに、公開ソフトのプロジェクトの普及と継続にどういうものが不可欠かというようなことを、少し簡単にまとめたいとというふうに思います。これが全体の流れです。それでは早速、今日のお話を進めさせていただきたいと思います。まずアルプスの全体像について簡単に紹介したいと思います。ここに参考文献を一つ挙げました。少し変わったタイトルですが、実験技術としての量子多体系シミュレーションソフトウェアアルプスという記事を、つい先日日本物理学会誌に、書きました。でこれ実際ですね、実験技術というセクションに載ってます。他の記事を見ると X 線の話だったり中性子の話だったり、そういうのを混じって、このアルプスの紹介というのがあります。ぜひ今日前半で紹介するようなことはこの記事に非常に詳しく書いてありますので、興味持った方はぜひこれをご覧いただきたいと。 PDF が日本物理学会のページにありますので、ぜひご覧ください。あるいはこのスライドの PDF をクリックしてもらうとリンクが貼ってあります。アルプスっていうのは何かというと、アルゴリズムス&ライブラリーズ・フォー・フィジクス・シミュレーションズの略です。これ自体あまり意味はありませんけれども、実はどういうフィジクスのシミュレーションをやりたいかと。対象としているのは量子スピン系とか電子系、いわゆる競争間の量子格子模型の、ためのオープンソースソフトウェアです。それを作る国際共同プロジェクトというのがアルプスプロジェクト。それでそのソフトウェアどういう構造になっているかというと、大まかに基本の部分のライブラリーですね、量子格子模型をシミュレーションする、そういうシミュレーターを書くために不可欠あるいは便利なライブラリー群というのがアルプスライブラリーで、それを使ってその上にいろんなアプリケーションが作られています。例えば量子モンテカロであるとか DMRGそういうアプリケーションが、10個ぐらいあります。それから、それを実際、あるいは例えばスパコンに持って行って並列計算すると、スケジューラーであるとか、そういうもの、それから、ポスト処理ですね、解析ツールであるとか、そういう環境、それをアルプスフレームワークと呼んでいます。こういうもの全部合わせてアルプスというふうに、呼んでいます。はい。それでその量子格子模型、コンタムラティスモデルと呼んでますが、それがどういうものか、
まあ、ハミルトニアン書くとこういうものですね。例えば量子スピン系というのが一つ代表的なものです。まあ連続空間ではなくて非常に単純化した模型です。例えばここの、この右にあるように空間的に例えば正方格子であるとか3次元の立方格子であるとか、まあ、そういう格子を考えます。で格子の上にスピンが乗っていると、量子スピン系の場合では量子スピンが乗っているというようなものを考えると、でその間に例えば反共時性であるとか共時性の、相互作用が働いている。例えばこの量子スピン系のハミルトニアンを書きましたが、このこうこれですね、これが相互作用を表すものです。例えば JXY っていうのが正であれば反共時性体、あるいは負であれば共時性体の模型になっています。で、まあ、JXY と JZ が互いに違う値を取ると違法性のあるような模型で、まあ、この相互作用のパターンであるとか強さ、あるいは、スピンの大きさ、空間次元、あるいは、まあ、格子の形ですね、三角格子であるとか、まあ、そういうフラストレーションであるとか、まあ、そういうものに応じていろいろなその量子状態が出てくると。でその間に、例えば温度を変えたりとか例えば相互作用を変えることによって相転移が起こると、まあ、通常の、有限温度の相転移であったり規定状態での、まあ、量子相転移であったり、まあ、そういうものが起こると、まあ、それを対象にした研究を行っています。あるいは、まあ、実際電子が動く模型としてはハバード模型であるとか TJ 模型というものも、考えます。まあ、これも格子の上で、まあ、電子がホッピングする孔というのがここですね、隣の、格子点にホッピングする、あるいは、同じ格子点にアップスピンとダウンスピンが来ると互いにクーロン相互作用で反発すると、まあ、そういうこう、これがハバード模型、あるいは TJ 模型のように、まあ TJ 模型のように、ハーフヒリングから少しだけずれたような模型というのも考えることもあります、はい、それでまあこういう模型何が面白いか、量子多体系で共相関、相互作用があるときに何が面白いか。先ほども言いましたように、相互作用の形、あるいは次元、そういうものによっていろんな秩序状態が出ます。で秩序っていうのは、その単なる古典的な、例えば共時性であるとか反共時性とかいうものだけではなくて、量子的に非常に強く由来だそう。例えば、量子液体であるとか、まあ、スピンギャップとか、まあ、そういう層が出てくると。で、まあ、それらの間の量子相転移、あるいは量子臨界現象ですね、その近傍で例えば対磁率であるとか比熱であるとか、まあ、そういうものが非常に変な振る舞いをするわけですけれども、まあ、それに興味があると。それでもちろんこの量子格子模型っていうのは非常に単純化した模型ですけれども、まあ統計力学の、まあ、相転移臨界現象の議論では、まあ、ユニバーサリティっていう考え方が非常に重要で、量子臨界現象あるいは有限温度の臨界現象は例えば K の次元であるとか、秩序変数の対称性ですね などだけに依存して、まあ、K の詳細にはよらないであろうと。だから、まあ、多自由度の K を詳細に調べるためには、それ以外 の臨界現象に効いてこないようなところはバッサリ切って、非常に単純化した有効模型で、詳細なシミュレーションをやるのがいいだろうとということで、まあ、こういう量子格子模型が、考えられています、はい、で一方で、この量子格子模型に対する、計算物理学的手法シミュレーションの手法っていうのは、この20年の間に非常に発展してきました。量子モンテカルロ法、量子モンテカルロ自体は、歴史としてはもう50年近い半世紀近い歴史を持ってるんですが、この、90年代あたりから非常にこう進展してきて、非常に大きな径を非常に低温で非常に詳細に調べることができるようになってきた。あるいは、最近では、まあまあ、DMRG とか、まあ、MPS であるとか PEPS と呼ばれるある種の、まあ、変分関数、非常にうまい変分関数を持ってきて波動関数を調べる方法なども出てきたと。あるいは DMFT のように、動的な相関を取り入れた、まあ、近似ですけれども、まあ、そういうものも、生まれてきたとというような状況になっています。で、まあ、実際どういう、シミュレーション手法があるか、ここに簡単にまとめました。
光子模型のシミュレーションで一番その確実な方法というか一番真面目な方法っていうのはハミルトニアン、まあ、行列で与えられるわけですが、それを対角化しましょうという話です。で完全対角化、ハウスオルダーを使って全部対角化してしまう、あるいは、規定状態、あるいは霊気状態だけ興味ある場合にはランチョスオのようなそのこう繰り返しの方法ですねを使うことによって、まあ、特に素行列をうまく非常に早く対角化するというような方法があります。で残念ながらその、多体系のヒルベルトスペースというのはその光子点の数あるいは電子の数に対して指数関数的に大きくなりますから、厳密対角化ができるシステムサイズというのは非常に限られたものになります。スピンの数でいうと先ほどのスピン模型でいうとたかだか40個とかという話になりますね。なので、まあ、1次元は比較的こう長いものができるわけですが、2次元3次元になってくるとその、こう差し渡しの長さっていうのは非常に短くなってしまうという問題があります。それで、まあ、そういうものを、補う方法として例えば確率的にシミュレーションする方法、まあ、量子揺らぎを無視して古典的に扱ってしまう古典モンテカルロ法、あるいは量子揺らぎはきちんと取り込んだ量子モンテカルロ法というのがあります。量子モンテカルロ法の分野でも、ループアルゴリズム、あるいは無機付きループアルゴリズム、ワームアルゴリズムと呼ばれる、まあ、非局所更新、全体を大きく更新するような手法っていうのが、まあ、90年代半ば頃から、提案されまして、現在これが主流になっています。それから先ほど紹介しましたけれども、DMRG、密度行列繰り込み群、あるいはそれの一般化として、TBD であるとか PEPS、MERA というものが、このやはりこの20年、あるいは PEPS であるとこの10年、15年ぐらいの間に非常にこう使われるようになってきてました。なってきました。あるいは動的平均馬琴値。でこれ平均馬琴値なんですけれども、実際そのセルフコンシステントな、解を得るために、不純物問題っていうのを解かなければいけなくて、そこで実際数値計算 QMC のソルバーであるとか対角化のソルバーであるとかが、ヘビーに使われるというような状況になっています。で、まあ、こういうふうに、計算物理的な手法を使って、まあ、量子統計物理を、の研究っていうのは非常に進んできたんですが、アルプス、まあ、これ実際作り始めたのは2001年、2002年ぐらいだったわけですが、まあ、どういう背景でどういう問題意識を持って作り始めたかということを少し紹介します。まあ、同じ物性物理の分野でも例えば第一原理の分野であるとかあるいは、まあ、MD の分野であると、もう少し前からその公開ソフトあるいは分野で、共有するコミュニティコードのようなものっていうのが比較的早い時期から、整備されてたように聞いてますけれども、量子統計物理の分野では残念ながらそういうものが全くありませんでした。その一つの理由は、昔使われていた例えば古典モンテカルロ法、ローカルフリップの古典モンテカルロ法っていうのは、まあ、プログラム自体簡単であると、例えばメトロポリス法って10行ぐらいでかけてしまうわけですよね。でいろんな模型をいろいろ試したいとなると、まあ、コミュニティコード作るよりも自分で少しずつちょっとずつ直して使った方が早いという話になっていて、まあ、個々の研究者あるいは研究室でそれぞれ独自のコードを持っていてそれを少しずつ変更しながら使ってた。で扱うモデルを変えたければ、まあ、自分のコードをコピーしてそれを少し直すであるとか格子を変えたければまたそれを派生させると、はい、それで、まあ、各研究者あるいは各研究室の中ではその、まあ、自分が使い続けているコードっていうのがあってそれを少しずつこう再利用しながらやってるわけですが、コミュニティとしてはコードの再利用っていうのがほとんど行われてきませんでした。まあ、アルゴリズムが単純なうちはそれでもいいわけですけれども、先ほど紹介したような非局所更新の量子モンテカルロ法、ループアルゴリズムであるとか DMRG あるいは PEPS のような新しいアルゴリズムになってくると、かなりプログラム自体複雑になってきます。そうすると毎回1から書いていると、まあ、プログラムを開発するのも長期化しますしバグを取るのも大変だと、まあ、そういう状況になってきたということです。一方で、まあ、数値計算、自分でプログラムを書かない理論家の方、あるいは実験家の方から、
まあ、例えばこういう模型だとの、まあ、実験、こういう模型だと思われるものの実験をしたいんだけれど、したんだけれども、まあ、それを、計算、数値計算で確認したいと。それでどうすればいいですかと。で、以前はまあしょうがないので、こちらでプログラムを作って、それでまあ計算してあげて、それで比較するということをやってたわけですけれども、まあ、いろんな実験が進んできて、あるいは大量の実験が行われるようになってくると、まあ、理論家、実験家自身が、まあ、手軽に使えるような、かつ信頼性の高いシミュレーションパッケージというのが欲しいという要望が出てきたということです。それからもう一つは、まあ、計算機が大きくなってきて、まあ、並列計算だとか、まあ、入出力のファイルの数も増えますし、サイズもどんどん大きくなるわけですね。で、まあ、個々の研究者が独自コードを書くと、まあ、インプット、アウトプットっていうのが、必然的に独自形式になってきてしまうわけです。で、そういうものをずっと貯めていくと、その、せっかくの、出力、計算結果っていうのが、なんていうのか、きちんとメンテされて、利用できずに埋もれてしまうと、なくなってしまう。どういうふうな計算をしたのかっていうのがきちんと記録に残らなくなってしまうという弊害もいろんなところで出てきたと。まあ、これが、アルプスを使い始めた時に我々がも作り始めた時に我々が持っていた、問題意識ということです。で、まあ残念ながら作り始めてもう10年以上経ちますけれども、これら全てが解決されたわけではなくて、まあ、少し進んだかなとという程度ではあります。でも少しずつは進んでいるんではないかと。はい。それで先ほど言いましたけど、アルプスっていうのは、まあどういう人に使ってほしいか、どういう人に使ってほしいと思って作っているかということです。まあ実験家の人。実験家の人が、いろんな模型をいろいろ試してみて、まあ比較することによって、まあどういう模型、どういう、相互作用であるかというようなのを、モデリングすると。まあ、そういうのを気軽に使えるようなものっていうのを作りたいと。それから、数値計算の専門家でない理論家ですね。まあ、そういう人が、例えば、近似、新しい近似をか考えたと。時に、そのアイデアのチェックに使うであるとか、まあ、そういう時に、こう、使いやすいものを提供したいと。それから、自分でプログラム書く人にとっても、デバッグっていうか正しい結果が出ているかっていうのをチェックするのを使いたい。それから、ライブラリーの部分を新しいコードを作るときに基盤として使いたいと。この後紹介しますが、量子格子模型だと、例えば格子構造を表すライブラリーであるとか、まあ、ハミルトニアンを表すライブラリーであるとか、まあ、そういうものをうまく、再利用することによって、新しいアルゴリズムのインプリメンテーションが簡単になると。まあ、そういうふうに使ってもらうということも考えています。それから、まあ、最近だと、例えば計算機科学者、例えば大きなスパコン、新しいスパコン K、あるいはポスト K を使うと、作る、設計するときに、まあ、それが、それを使ってどれぐらいスピードが出るのか、とか、どういう精度が出るのかっていうのをベンチマークしたいという、ことも、非常にあるわけで、まあ、そういう人、そういう目的で使うために、きちんと整備されたパッケージを、日頃から準備しておくというのは一つ重要です。それから、まあ、教育目的ですね。学部3年生、4年生、あるいは大学院で、計算物理、あるいは物性物理の研究を、研究を始める学生のが実際に試してみるというような環境としても、まあ、使っているということになります。それで、まあ、歴史としては、もちろんアルプス作り始める前から、個々の研究者が、まあ、量子モンテカルロ、あるいは DMRG というものを作ってました。まあ、90年半ば頃から、先ほど紹介しましたが、ループアルゴリズムであるとか、まあ、そういうものが出てきて、それぞれが作ったものを、使っていたということです。それから2001年ぐらいになると SSD というタイプ、まあ、先ほどの動き付きループアルゴリズムというやつですね、というのも出てきました。それで、まあ、2001年の、半ば、あるいは2002年ぐらいにですね、ちょうど私スイスにいた時なんですけど、まあ、そこのボスの、マティアス・トロイヤーと話してまして、まあ、先ほどのいろんな問題があるねと、どういうふうに解決できるだろうかということで、例えば
まあ、格子模型というのは先ほど示したように、格子構造がいろんな格子構造があります。あるいはその上にいろんなハミルトニアが乗っていると。そこの部分を、任意の格子構造あるいは任意の相互作用でそれを使っていろんなタイプのシミュレーションを、まあ、同じ入力使って実行する、そういうことが可能かと、そのためには何が必要かというディスカッションをしました。それで例えば XML を使って、まあ、その格子構造であるとかハミルトニアを表して、それを使うようにすればできるんじゃないかとというディスカッションをしまして、とりあえずこんなインプットを使えるようにしたいというドラフトを作ったのが、まあ、2001年の半ば頃だったと思います。でそこから、まあ、ほぼ 2,3 ヶ月ぐらいで最初 の動くバージョンを作りまして、それからもう少し2002年ぐらいになってくると、まあ、少しコミュニティが増えて、まあ、開発者ワークショップというのを始めまして、それで、まあ、2004年に最初のバージョン 1.0 というのを公開して、まあ、ユーザーワークショップチュートリアルですね、1週間やりましたけど、まあ、そういうものをやりました。まあ、それ以来バージョンアップ続けてまして、現在バージョン 1.3 ということになっています。はい、それでアルプス使って、まあ、例えばどういうことができるかと、まあ、簡単にいくつか事例紹介をします。例えばスピン模型だと、まあ、例えばここに示しましたなんかこういう物質、これ鉄イオンが入ったやつですね。で、まあ、これの、実験、これ実際に合成されて、まあ、これの実験をやっている研究者の方もいるんですが、まあ、これが原子構造だけ見てるとおそらくなんかスピン1のラダーのように見えると。それでそれでいいかということをチェックしたいと、ということで、まあ、それを実際いろんなパターンのいろんな形 のハミルトニアン、作ってみまして、それを比較してる対比率を比較しているというのが、まあ、この図です。でこの場合には、原子構造的にはラダーのように見えるんですが、どちらかというとダイマー性が強いと、この2つを結ぶここですね、ここの方がメインであるというような結果が得られています。これが、まあ、一番正当的な使い方というか、まあ、スピン模型というものを扱うという方法です。それからもちろんスピン模型であるとか電子系のハミルトニアンを扱うようにできているんですが、実際そのスピンっていうのは本当のスピンである必要はないわけですね。例えばこの例では軌道の自由度、 D 軌道の自由度を、まあ、例えばこちらをスピンアップ、こちらをスピンダウンと見て、まあ、擬似的にスピン2分の1の演算子で、まあ、軌道と格子がカップルしたような模型が、まあ、こういうふうに書けると、これ120度模型というふうに言われますが、まあ、それの装填の様子を、計算した結果がこれです。だから、まあ、こういうふうに例えば 2つの自由度があって、その間にトンネルがあったと、そういうものは、まあ、スピン演算子使って書けるわけで、まあ、そういうシミュレーションにも使えるということです。それから最近コールドアトム、原子ですね、原子を、まあ、レーザーで低剤波立ててやって、そこの中に入れることによって人工的に格子模型を作ると。それで、まあ、その相互作用を、コントロールすることによって、例えばそこで本当にモッド転移を起こすとか、まあ、そういう話も、実際実験の方で行われるようになってきていました。まあ、その分野で、まあ、一つ大きな問題というか、昔から言われていることは、スーパーソリッドというのは原理的に存在するかどうかと。で、原理的に存在というのは示されていたわけですが、それが実際にどういう条件で存在するか。スーパーソリッドというのは要するにソリッドと、まあ、スーパーフルイドの両方の性質を持つような、まあ、状態ですね。単に混ざった状態ではなくて、その均一な状態ですが両方の性質を持っていると。で、まあ、実際こういうハードコアボゾンのこういう模型ですね。ここの相互作用があって、これがニアレストネイバーの相互作用。それここがオンサイと同じ、同じ格子点上の相互作用。まあ、こういうソフトコアのボゾンを考えることによって、まあ、適当にこう、パラメータを振ることで、まあ、この領域にスーパーソリッドがあると。実際、オーダーパラメータを見てみると、低温で、Sπ、これは、ソリッド、個体のオーダーパラメータですね。それからこちらが、ロー S、潮流動物で、まあ、両方ともあるような状態っていうのが実際あるということを示したと。まあ、こういう例にも実際計算を使える。このアルプスが使われています。で、まあ、
アルプス公開してもう10年以上経つわけですが、まあ全部数えたわけじゃないですが、600以上の論文でアルプスが利用されているということになっています。で、これをここに挙げたのは、本当にもう8月、今年の8月以降にアルプスを使ったという論文をいくつか、タイトルだけ並べてみました。どういうふうに使われているかと。実際にその、まあ、ラダーの、これは理論的な話ですね。あるいはなんかこう、サイトダイリューションに入った、ランダムネスの入ったような系の話。あるいは、まあ、ここには実際の、まあ、化合物の、を説明するための理論的な話。あるいは、まあ、この辺になんか量子情報みたいな話もありますね。まあ、いろんな分野で幅広く使われていると。まあ、そういう状況。ここまでがアルプスの、まあ、全体的な話というか、まあ、概要になります。で、まあ、こういうふうに使われるような、アプリケーションというのをどういうふうに考えながら作っていけばいいか、どういうふうに設計していけばいいかということについて、まあ、この残りの時間を使ってお話ししたいと思います。はい。まあ、実際アプリケーションのデザインというのは難しくてですね、まあ、経験的には一度書いただけではいいアプリケーションというかいいデザインというのはできないと思います。まあ、大体3回ぐらい全部書き直せば少し納得いくものが書けるかなというのが今までの私自身の、まあ、経験です。なので最初立ち上げの時にですね、立ち上げの時からあんまり完璧なものを作ろうとしすぎないと。まあ、とりあえず作ってみて、それでそれを、まあ、一から書き直せるぐらいの規模の時に、何度か考え直してみると、作り直してみると。ということが多分必要じゃないかなと思います。そうでないと結局その、後で身動きが取れなくなってしまうと。デザイン的に、非常に大きくなってしまった後で見直すのはかなりパワーのいる話になるのでなかなかできなくなると。なので最初のうちはこうデザインをいくつかフットワーク軽く、考えていくということが必要かなというふうに思います。それでアルプスの特徴というか目指したものっていうのはもうすでに紹介してますけれども、任意の講師で任意のハミルトニアンでいろんな解法を使ったアプリケーション、使えるようなアプリケーションを作りたいと。というのが元々のモチベーションです。で、任意の講師、なんか三角講師であったり、正方講師であったり、三次元であったり、例えば三次元のパイロクロアとか、まあいろんな講師があるわけですね。それをどういうふうに作るかと。で、そこで、まあ入力として我々が選んだのは、なんか XML フォーマット。これ後で紹介しますけれども、それを使って講師構造をうまく定義できるような仕組みを考えましょうと。で、具体的には固体物理の模型だと基本的にはなんかユニットセルっていうのがあって、それを、まあ、空間的にこう繰り返しで作ると、構造を作るということになります。それで、まあ、実際シミュレーションするときには、まあ、有限系ですね、有限の数の、まあ、格子点の格子を使って、まあ、ピリオディックバウンダリーコンディションであるとかオープンバウンダリーコンディションであるとか、まあ、バウンダリーコンディションを考えて格子を作ると。あるいは、まあ、ユニットセルの繰り返しではなくて、例えばナノパーティクルみたいな話だと、本当に、格子点が15個あって、その間にこういう線が、こことここがつながっています。まあ、有限のグラフ、頂点と点の集合を直接指定して作るようなことも、やりたいと。ということで、まあ、そういうのが扱えるような、まずフォーマットを作って、それを読み込んで解析するライブラリを作って、それを、まあ、実際のアプリケーション側からアクセスすると。例えば格子点があったら、その格子点の周りにニアレストネイバーの格子点はどこにありますかと。まあ、そういう関数を作るわけです。API を作ると。ということをやる。それからハミルトニアンに関して任意のハミルトニアンが作れるようにしましょうと。こっちの方がもう少しトリッキーで、そもそもそのヒルベルトスペースっていうか、その K の持つ自由度っていうのが違うわけですよね。模型によってある場合はスピンであったり、ある場合は、まあ、電子の位置の自由度
ですね、アップスピンとダウンスピンがそれぞれこういるいないという自由度であったり、あるいはもっと全然違う、例えばソフトコアボゾンだったらその何個いるか、0個か1個だけじゃなくて2個3個たくさんいると、まあ、そういう、そもそも問題が定義されている空間が違うわけです。なので、我々がやったのは結構こう原理的になところから考えまして、例えば光子点ごとにどういう量子数が定義されているかということをまず XML で定義します。でそれに対してその光子、まあ、ダイアゴナル、あるいはその状態、量子数を変えるような非対角の演算子っていうのも XML で定義すると。それを使って、まあ、その演算子を使ってハミルトニアンが、まあ、書けるわけですよね。それ数式処理みたいなことを導入しまして、先ほど示したような数式を、まあ、XML の中に書けばそれでハミルトニアンが定義できると。でそこから、まあ、実際の、行列形式ですねのようなものを、まあ、引っ張り出すようなライブラリーというのを作りました。それから、まあ、それで模型が定義できるわけですけれども、まあ、それを使って、厳密対角化であるとか量子モンテカルロであるとか、まあ、共通した入力が、使えるようにというふうに考えて設計したということです。全てのアルプスアプリケーションに、共通、完全に共通ではないんですが、できるだけ共通のような入力形式を考えました。それから出力形式に関しても、まあ、できるだけ汎用的な XML、あるいは、後で紹介する HDF5、バイナリーに関しては HDF5 という汎用的な出力形式で、まあまあ、そういう形式を考えて、それに対して、Python の解析ツールを準備すると。だからどういうシミュレーターで、どのアプリケーションで、計算した結果かというのにを問わずに、まあ、同じツールを使ってグラフを作るようなことができるよと、そういう、まあ、枠組みを作りました。で、まあ、全体の流れとしてはこんな感じになります。アルプスを使った時のワークフローです。光子構造というのを、まあ、ラティス XML というので定義します。この中身についてはまた後。それから、モデル、ハミルトニアンですね。ハミルトニアンについても、まあ、XML で定義します。で、この2つを合わせると、模型が定義できるわけです。プラス、例えば、ハミルトニアンに入っている相互作用の大きさであるとか、まあ、光子のサイズであるとか、あるいはシミュレーションする温度であるとか、まあ、そういうパラメーターですね。はい、それを合わせて、入力として使うと。でこれ XML で書かれていて、これも XML です。でこれも最終的には XML で準備しますけれども、XML をいきなり手で書くのは大変なので、ここは、まあ、簡易形式から XML を生成するような、まあ、ツールがあります。まあ、基本的にはこの XML、この3つの XML を使って、まあ、量子、光子模型をどのようなパラメータでシミュレートするかっていうのが定義されます。でそれをアプリケーションプログラム、何かを選んで、読み込ませて実行して、出力は、まあ、共通形式 HDF5 あるいは XML の、共通形式に出ます。でそれを Python のツールを使ってプロットを作ると、まあ、こういうワークフローで、シミュレーションが行えるように、整備をしてきました。で、まあ、これが、こういうワークフローを実現するために、ライブラリー側ではどういうものを準備しなきゃいけないか、これがライブラリー、あるいはアプリケーションも含めた、まあ、ライブラリー全体、アルプス全体の階層構造です。まあ、いろんなレベルがあります。非常に、ベーシックな、線形演算、あるいは並列計算のレベルから、まあ、XML を読み込んだりとか、まあ、グラフっていうのは格子ですね。とか、ランダムナンバーを使ったりとか。あるいは、先ほど紹介した格子構造とか、ハミルトニアンとか、まあ、そういうものを、サポートするライブラリ。下から見ていくと、一番下は非常に全ての数値計算というか、まあ、そういうものに共通なものですね。C、フォートランとあるいは C プラプラで共通に使われる。これはもちろんすでにあるものを利用します。それでその上に、まあ今考えているような格子模型
のシミュレーションには限らない、もう少し一般的な C++ のライブラリというのを、構築します。シリアライゼーションというのは、オブジェクトをこうディスクとかに保存する、あるいは、ネットワーク経由で送るとかという話ですね。まあ、そういうライブラリ。あるいは、まあ、グラフライブラリ。それで、まあ、この、ブルーの部分が、ブーストというライブラリで、提供されている部分です。で、ブーストっていうのは、次にありますが、C++ の、まあ、規格を決めるような、非常にこう、C++ 自体を作っているような人たちが、まあ、C++ を使いやすくするためにいろんなライブラリーを整備したり提案したりしている、そういうのがブースト C++ ライブラリです。例えばランス、メルセンヌツイスターであるとか、グラフ操作、あるいはシリアル化に関して非常に多くの有用なライブラリーがあります。だから、まあ、C++ 使う場合にはこれを使うということを、考えた方がよろしいかと思います。それから他に使っているのは、シリアライゼーションというか、そのバイナリーフォーマットでデータを保存するときに、まあ、HDF5 という、というライブラリを使っています。はい。これはですね、プラットフォームヒーゾンというか、エンディアンとか、まあ、そういうものに依存しないような、バイナリーファイルで、中にこう階層構造とかもちゃんと作れると。で、データ自身にどういうタイプのデータが入っているかっていうのを記述できると。ファイルの中にそういう、どういうタイプのデータが入っているかっていうのをちゃんと残せるというタイプの、バイナリー格納形式で、これも比較的広く使われていると思います。それからもちろん MPI、それからブラスラパックというのも作っている。で、この上にですね、この3番目、4番目以上がメインで、アルプスが提供しているものですね。この量子光子模型のシミュレーションに特有の、まあ、ラティスライブラリーだとか、モデルライブラリー、あるいはこのモンテカルロの平均とか分散とかエラーとか、まあ、そういうものを計算する。あるいは、並列計算のためのスケジューラーという、まあ、この分野特有のライブラリーをアルプスでは作っていると。で、それを使って、その上にアプリケーションを作ります。古典モンテカルロ、量子モンテカルロ、対角化。で、さらに、ツールですね。実際シミュレーション実行するときに XML を、操作するであるとか、Python からデータを読み書きするであるとか、あるいは GUI のようなものを作っていると。まあ、これが全体、階層構造です。はい。それで、ここから、このそれぞれのライブラリが実際にどんな感じのライブラリがあって、まあ、どういうふうに XML 使うかということに関して少し紹介したいと思います。まずこのオブザーバブルというもの、これはC++ の、まあ、クラスであるとか、まあ、オブジェクト指向みたいなのを非常にうまく使った、ライブラリだと思うので、まず紹介したいと思います。まあ、モンテカルロだと、こう乱数を振りながら、いろんな値が出てくるわけですね。で、それの平均値を計算したり、それから、まあ、エラーバー計算したり。それで、マルコフ連鎖の場合には、もちろん相関がありますから、エラーバーをきちんと評価するっていうのは、かなり難しい、ノントリビアルな話になります。単に、平均値と、その事情の平均値から分散を計算しただけでは、本来のエラーバーっていうのは計算できないわけですね。相関をきちんと考慮しなきゃいけない。で、そういうものを、まあ、例えば、ビンニングであるとか、ジャックナイフであるとか、まあ、ブートストラップであるとか、まあ、そういうテクニックを使って、正しいエラーバー、統計誤差とかっていうのを、見積もるわけですけれども、まあ、そういうものを、自動的にやってくれるようなライブラリです。で、まあ、C++ のクラスを使って、オブジェクト指向を使って書いてあるので、例えばこんな感じでもう自動的にできると。これがクラス名です。で、こういうオブジェクトを1個用意します。mag2 というオブジェクト。これはマグネタイゼーション、時間の事情を格納するようなオブジェクトです。で、モンテカルステップぐるぐる回します。ぐるぐる回すと、それぞれのステップで m、時価が出てきますので、その事情したものをここへ放り込んでいくと。まあ、どんどん出力していくイメージですね。で、これがモンテカルの中で回ってる部分で、その後で、このマグ2、
自体を出力すると、きちんとエラーバーであるとか、自己相関時間というのをつけてくれると。中でそういう計算をしてくれるということです。まあ、出力はこんな感じになります。平均値とエラーバーで、このタウっていうのが自己相関時間です。これをきちんと評価しないと、本当のエラーバーっていうのは評価できない。それからもう一つよく問題になるのは、単に平均であるとかそういうものであれば、比較的そのエラーバーっていうのは計算しやすいんですけれども、何か非線形量、非線形な量のエラーっていうのを、評価するのは大変なことが多いです。例えばここで統計物理でよく使われるビンダー比という量があります。これはマグネタイゼーション2乗の平均値の2乗をマグネタイゼーションの4乗の平均値で割ると。まあ、これ非線形な量ですね。でこれを使うとうまく相転移がどこにあるかとかいうのを議論できるわけですが、これのエラーバーというのも、まあ、ある意味自動で計算してくれると。まあ、そういうライブラリです。まあ、こういうふうにうまく切り分けられるところをライブラリー化していくというのが、まあ、まあ、こういう大きなアプリケーションを作るときに非常に大事なことで、まあ、そういうものを、C++ 使うと非常にうまくできると。それから次に Lattice に関して簡単に紹介します。Lattice ライブラリって何かというと、基本的に公式を扱う。で公式構造っていうのは数学的にはグラフなわけですね。バーテックスがあってエッジがありますっていう話です。それでまあグラフっていうのはいろんなところに出てくる話なので、ブーストグラフライブラリっていうのにグラフ自体入ってます。でそこでまあ基本的にはそれを使うわけですけれども、足りないもの、我々のシミュレーションに足りないものは何かというと、例えばユニットセルを定義してそれを繰り返して作れたりとか、あるいはまあ座標ですね、あるいはパリティ、2つ塗り分けた時の二部格子、バイパータイトを分けた時の、黒と白ですね、あるいはまあ、固体物理特有の逆格子ベクトルとか、まあ、そういうものは普通 の, その数学的なグラフというのにはないわけです。そういう属性、そういう必要な属性というのを追加したい。それがアルプスのラティスライブラリです。それで、まあ、XML 使ってどんなものでも作れるようにしてあるわけですが、もちろん毎回毎回ゼロから作るの大変なので、ある程度あらかじめ XML を準備して提供しています。すみません、ここ C が抜けてますが、チェーンインラティス1次元であったり2次元であったり、これを使うこともできると。あるいは自分でちゃんと定義したいんであれば、XML を使います。で XML っていうのは、まあ、こういう HTML みたいなものですね、はい、ここでやってることは、まあ、ユニットセルを決めるような、ユニットセルを貼るようなベクトルをまず定義して、これ今1次元なのであんまり面白くないですが、でその中に格子点が何個あって、それで、どことどこを結ぶようなボンドがあります。これがユニットセルの定義です。今の場合このユニットセルの中には格子点が1個あって、でこの1個の格子点と隣のユニットセル、オフセット1のユニットセルの間を結ぶような、エッジあるいはバーテックスが1個ありますということです。で、まあ、こういうふうにユニットセルを定義したら、あとはそれをどちら方向にどれぐらい並べて、どういうバウンダリーコンディションでつなぎますかということですね。まあ、ここでは長さ L でピリオディックバウンダリーコンディション、その時に使うラティスとかユニットセルっていうのは先ほど定義したものということになります。まあ、こういう仕組みを用意しておくことによって、どんな場合にでもその格子というのを定義できると。2次元でも3次元でも非常に複雑なものでも定義できるようになっています、はい、で実際これを読み込んで中にグラフ構造を作るというライブラリを作ったということです。あるいはモデル、これはもう少しノントリビアルで、先ほど示したような例えばスピン模型のハミルトニアをこんな形で書きたいと、はい、ただしここでの S プラスとか S マイナスっていうのを決め打ちにしてしまうと、まあ、人によって定義が違う場合もありますし、一般性に欠けるということなので、 XML 使ってそもそもこういう演算子、あるいはこの演算子が作用する、空間ですね、どういう量子数に作用するかというところから指定できるようにということになっています。それで、その XML 読み込むとライブラリの中では、局所ハミルトニアン、例えばこれ小さい行列で書かれるわけですけれども、それの係数ですね、行列の係数とかが全部取り出せるような形になっていると
ということです。それでまあ実際どういう模型を、模型を作るにはどういうふうな XML を書けばいいかというチュートリアルも用意されているということです。で、あらかじめスピン模型であるとか、ボーズハバードであるとか、フェルミオン、普通のフェルミオンハバードであるとか、まあそういうものに関しては、あらかじめ、XML が用意されているので、まあ、こういう模型のシミュレーションで良ければ、特に、一から書く必要はないです。はい。で、実際、XML ってどんな感じかというと、もうこれはすでに量子数とか、オペレーターっていうのはもう全部定義されてます。量子数を定義するのがここのベーシスというところですね。定義したものを参照しているのがこれです。はい。で、こういうものを使って、本当にボンドターム、相互作用の部分ですね。ニアレストネイバーの相互作用の部分はこんな感じで書けますし、それから、これもボンドタームですね。あるいはサイトターム、これ磁場の項、ゼーマン項、SZ×H という磁場の項ですね。もうこういう形で書けると。で、この形で、まあ、こういうハミルトニアンが定義されていることになります。はい。それで、こういうものを、まあ、これ入力の定義ですね。こういうデザインの入力を考えて、これが使えるようなライブラリを作りましょうと。で、こういうふうにデザインしたものを実際インプリメントするには何が必要ですか。で、まあ、主要技術と書きましたが、ALPSでどういうものを使ってこれを実現しているかと。で、まあ、XML に関してはもうすでに、紹介しましたけれども、XML あるいは HDF5 を入出力の形式として採用しました。これはポータビリティであるとか、もうすでに例えば XML を読み込んで変換する、あるいは読み込むツールっていうのは一般にあるわけですね。例えば Python で XML を読み込んで中のツリー作るとかっていうのはもう普通のっていうかデフォルトの Python に入っているので、まあ、そういうものが使えるという、利点もあります。なので、まあ、こういう非常に一般的な XML であるとか HDF5 を使いました。それからもう一つ重要な技術っていうのが C++ を使って C++ のジェネリックプログラミングという技術を使いました。はい、これについても後で少し紹介します。はい、それから、まあ、C++ の標準ライブラリーであるとかブーストライブラリーであるとかそれ以外のサードパーティーライブラリーも、まあ、便利なものはどんどん使ったと、まあ、それによって開発をスピードアップして、まあ、間違いなく早く作るということですね。それからもちろん MPI プラス OpenMP による並列化、それから、ポスト処理に関しては、まあ、いろんな言語があると思うんですが、まあ、C++ を使うよりは、まあ、スクリプト系の言語が使いやすいだろうということで Python を選んだと。それから、これについては、来週お話ししたいと思いますが、実際こういうプログラムを作っていくときに、まあ、開発者、コアの開発者は10人弱ということになりますが、全体だと、まあ、30人とか、そういうレベルになります。そういう人たちが、まあ、共同作業で作っていくためには、どういうインフラストラクチャが、必要かと。まあ、オープンソースのツールを非常に、いろいろなものを試しながら使ってきたと。これについては来週紹介します。XML、なぜ XML がいいか、はい、他にもいろんな形式があると思いますが、我々が XML を、選んだ理由であるとか XML の利点について、簡単に紹介します。で、まあ、XML っていうのは、まあ、世界標準で決まってる形式です。で、例えばここに書いたのが、まあ、XML の例です。実際これ HTML ですね。ウェブサーバー、ウェブの記述に使う HTML で、HTML も実は XML の一種です。一つのアプリケーションという言い方ができます。で、まあ、ご存知の通り、何かその構造化した文章、ストラクチャーとな、ドキュメントを作るのに適した方法で、まあ、こういうオープニングタグとクロージングタグというので、まあ、中身をこうどんどん挟みながら構造を作っていくと。というのが XML あるいは HTML ですね。で、まあ、それぞれのタグにはアトリビュート、属性をつけることができたり、その、まあ、こういう普通の中にテキストを書く、あるいは中身がないエレメントというのも作ることができます。はい、で、まあ、XML っていうのは、
開始タグあるいは対応する終了タグがあると。それでちゃんとこう入れ子構造になってなきゃいけないわけで、まあ入れ子構造になっているということは、まあこれを書き直すと全体でこういう木の構造になっているとというのが XML の特徴です。まあこういう構造を表すことができる。それでまあ XML が HTML と違う、まあ XML、HTML 含んでるわけですが、 XML と言った場合には、あの単なる HTML と何が違うかというと、まあ、こういうタグの名前ですね、 HTML とか H1P それから IMG というタグ自体を自分で定義できると。 XML のスキーマというのを使って、まあ、定義できると。これを使って先ほどお見せしたようなラティスのユニットセルタグであるとか、まあ、モデルとかっていうタグとか、まあ、そういうものを定義して我々の使いやすいあの言語を作っているとということになります。まあそういう柔軟性があると。それから XML 使う時の、利点ということに関して、まああの記述的であるっていうのが一番大きな点だと思います。もちろんあの非常にこう冗長な感じはするわけですけれども、普通そのシミュレーションのインプットを書くときには、まあまずはこんな感じのインプットを読みますというプログラムを書くわけですね。でこの時には最初のパラメータは L でシステムサイズで、次は 0.5 です。でこれ自分で決めて、まあ、プログラムの先頭にでも多分書いておくんだと思うんですけども、それでまあ、自分で約束を決めて、まあ、この順番に読み込みます。あるいは出てくるのもこの順番で出てきます。というふうにやるわけですけれども、これの問題点は、このファイルだけ見ても何が何だかさっぱりわからないと。一番目が何を表しているかというのは、自分自身が書いたプログラムでも多分3ヶ月後には忘れています。ましてや人が書いたプログラム、学生が書いたプログラムでも全くわからないと。ということで、例えば XML であると、ある程度こう名前つけると。ということで説明することができるわけですね。これを見ると、ここで出てきた結果っていうのは、エネルギーの平均値であるとか、エネルギーのエラーであるということがわかると。で、人間にはどちらが読みやすいか。まあこれ確かに読みやすいとは思いませんけれども、少なくとも情報量は多くて、意味は取りやすいと。で、機械から見ると、まあどちらでも読みやすいわけですけれども、きちんと構造があるような XML の方が、中で構造を再構成するときには機械にとっても、こちらの方がいいということになります。はい。それから例えば、まあ拡張性という意味でも XML は優れていて、例えばパラメータに何か1個パラメータ増やします、なんかランクの種つけます。でこういうことをやると、あの以前のプログラムはなんかこう数が合わなくなって破綻するわけですね。エラー出すしかないわけです。で XML だと、まあここに1個なんかこうパラメータであるとか、ランダムナンバージェネレーターの名前であるとかっていうパラメータつけるんですが、まあ単にこれこういう名前は知らないよって言って読み飛ばすようなことが簡単にできると。なので、まあ、拡張しやすい。拡張しても以前のバックワードコンパチビリティというか、まあ、そういうのを、保ちやすいと。という利点があります。はい。まあ、これが XML を使う理由ですね。はい。それからもう一つの技術として、まあ、この講義で、特論 A とか特論 B では、おそらくフォートラン、あるいは C を扱うことが多かったと思います。もちろんその C とかフォートランの方が最適化しやすいっていう非常に大きなメリットはあるわけですが、だから一番内側のループっていうのは C やフォートランで書く方がいい場合が多いかもしれませんが、大きなプログラムを書こうとした場合には C++ っていうのは非常にパワフルな言語になります。何がパワフルかというと、基本的にはC やフォートランよりも型チェックが厳しいと。だから、まあ、コンパイルが通れば、比較的ちゃんと動くというのが C++ の特徴です。それから、ユーザー定義型、クラスと呼びますが、まあ、そういうものを定義して、そこでは継承であるとか、仮想関数であると。まあ、そういう、トリックが使えると。まあ、これについて少し後で、紹介します。それから、演算子の再定義だとか、関数の多重定義ができるので、まあ、比較的人間から見て自然な、ある種の新しい言語みたいなのを作るような感じのことができるというのが C++ の特徴です。それからもう一つ、
科学技術計算に、なくてはならないのがテンプレートという仕組みで、テンプレートを使うことによって、まあ、C++ の利点を生かしながら性能を落とさないような、そういうプログラミングができるということです。で、ここに挙げた本、2冊挙げましたが、これが実際にそのテンプレートをいかにうまく使うか。モダン C++ デザイン、それから C++ のテンプレートメトプログラミングという本があります。興味のある方はこれを読んでください。日本語版も確か出てたと思います。それで C++ 使うと、まあ、クラスっていうのが定義できるわけですね。で、例えばこれ、複素数型の例です。はい。複素数型は、まあ、リアルコンポーネントとイマジナリーコンポーネントを持っていて、で、まあ、それに対して、例えばリアルだけ取り出すとか、イマジナリーだけ取り出すとか、絶対値を計算するとか、というような、そのメンバー関数といいますが、こういうものを定義すると。それで、まあ、C++ っていうか、クラス、オブジェクト指向の特徴っていうのは、まあ、これデータなわけですけど、データと、それを操作する関数っていうのがペアになっていると。ということですね。で、まあ、こういうのを使うと、まあ、こういう A とか B とかってコンプレックス系、コンプレックスタイプを指定して、まあ、実際、ちゃんと演算子、プラス演算子を定義、ここで定義してますから、足し算するとか、リアルだけ出すとか、イマジナリーだけ出すとか、まあ、普通の整数、あるいは実数と同じような感じでユーザー定義型が使えると。というのが、まあ、クラス、オブジェクト指向のいい点です。で、ここに、クラスを使う利点をまとめましたが、まあ、基本的には、カプセル化ですね。はい。データとそれに対する操作が関連付けられているので、まあ、そのデータのコンシステンシーっていうのを、きちんと普遍条件という言い方をしますけれども、そういうのを担保しやすいと。そのことによって、間違いのないプログラムが書きやすいということになります。それからもう一つは継承と仮想関数っていう話で、まあ、これに関しては、この後で少し説明しますが、あんまり時間がないので、継承仮想関数っていうのは、例えばどういうことができるかというと、こういう話ですね。規定クラス作っておいて、で、オブジェクトっていうかクラス作るんですが、まあ、全然違うリアルナンバーとかコンプレックスとか、そのタイプの違うクラスを作ると。で、それを、継承してるわけです。親が一緒なので、なんかその、例えば、このアウトプットという関数に、こちらを渡してもこちらを渡しても、自動的に、その、対応する、この絶対値関数が呼ばれるように、これ動的に、実行時に、こちらが選ばれるかこちらが選ばれるかというのを自動的に選ばれると。ということです。こういう仕組みを使うことによって、いろんなタイプのものを、区別せずに、同じように書けると。ということができます。これが継承と仮想関数の使い方で、まあ、こういうオブジェクト指向っていうのは広く使われています。それで一方で、テンプレートっていうのがあって、C++ のテンプレートっていうのは何かというと、一種のマクロみたいなものです。ここで t っていうのが、なんかこう、変数名みたいになってますが、これ型が入ります。だからここの t っていうのが、実際にコンパイルするときに自動的になんか別のものに置き換わると。置き換えられる。例えば、コンプレックスダブルと書いた場合には、ここにある t というのが、実際全部ダブルに書き換わったようなコードが全部作られます。全部自動的に作られます。なので、まあ、ダブル、あるいはフロート、あるいは、ユーザー定義型に関して、一つのコードでいろんな違うタイプに関するコードを生成することができると。それが一つのテンプレートのいいところです。テンプレートさえ作っておけば、いちいち全部書く必要がなくなると。で、まあ、もともとそういうことで書かれたわけですが、テンプレートっていうのは性能面で非常にその、アドバンテージがあります。大きなライブラリ作るときに、アルゴリズムっていうのを考えたときに、それ自身を、アルゴリズムであるとか、手順であるとか、それ自身をライブラリー化したいときに、普通、大きな問題が生じます。例えば、バブルソートを考えます。一番大きなものを選んで、次のものを選んでと。まあ、こういうふうに書けるわけですけれども、これを一般化したいと。この A とかっていうのが、いろんなタイプのものに関して、アルゴリズム的にはこういう同じものが使えるわけですが、今の場合には、ここの A っていうのは、例えばダブルの、
まあ、倍精度の、配列じゃなきゃいけないとかっていう決め打ちになってるんですが、それを再利用したいと、ライブラリー化して再利用したい。普通どうやるかというと、コールバックというのを使いますのが一つです。だから例えばその比較関数であるとか、まあ、スワップですね、入れ替えの関数というもの自体を渡すと。でそれを使ってこの一番内側を書いてやると、はい、そうすることによってその実際にどういうデータを扱っているかっていうのはここの中に入れてしまって、このアルゴリズムと実際のデータを分けることができると。これがコールバックという仕組みです。それで、C++ 使うと同じようなことが仮想関数でできるわけですが、まあ、ここは飛ばします。で、まあ、仮想関数でもコールバックでも基本的には同じです。まあ、仮想関数というのはコールバックをきれいに書く方法だと思ってもらえばいいと思うんですが、その問題点がいくつかあります。先ほどのフォートランの例だと、ソートする配列が変わるたびに、コモンブロックを作るとか、まあ、そういうそのデータに対応する、なんだレス関数、スワップ関数っていうのを用意する必要があると。それから、まあ、C++ の場合は、規定クラスを、共通しなきゃいけないとかっていう問題があります。で、一番大きな問題はですね、一番内側のループで、コールバック関数を呼び出すので、ポインターを通して関数が呼び出されるということです。毎回そのポインター参照が入るということです。だから、これ実行するまでどんな関数が呼び出されるかわからないので、インライン化できません。なので、かなり大きなオーバーヘッドが出ると。で、テンプレートを使うと、そこの部分が解消できます、はい。どんな感じになるかというと、ここの A というのをテンプレート化しておくわけですね。で、ここに自分が、使ったクラスをこの関数を渡してやると。そうするとこの A のところがこの MyArray に自動的に置き換わって、でここの A.rest、これメンバー関数を呼び出しますが、それが実際ここの関数で置き換えられると。で大事なのは、この置き換えが、プログラムをコンパイルするときに起こると。ということです。だから、コンパイラーから見えるのは、もうすでにここの A っていうのが、A っていうかこの大文字の A ですか。が、この MyArray に置き換わったものをコンパイルすると。はい。ということは、この、例えばこの比較関数であるとか、このスワップですね、スワップの、関数っていうのは、もうすでにここに中身が見えてるので、そこをインライン化して最適化するようなことができると、コンパイラーからして見えると。ということで、性能を落とさずに、データとデータ構造とそのアルゴリズムっていうのを分けることができると。まあ、これが、大きなライブラリを作って、それを再利用するときに非常にその有効な手法です。はい。で、ここで、動的、コールバックというのを、静的コールバックというのを、まとめました。だから、クラス継承であるとか、まあ、フォートランの、関数渡しですね。関数ポインターを渡す。まあ、そのメカニズムだと、これは動的コールバックと呼ばれます。動的多様性。これは非常に便利で、実際実行時にどれが、呼び出されるかというのを切り替えることができると。ということで、非常に便利なんですが、一方で、一番内側でこれを使ってしまうと、パフォーマンス的な問題が。で、テンプレートを用いた実装。これ、ジェネリックプログラミングと言いますが、これは静的コールバックという言い方をします。これは先ほど言ったように、コンパイル時にコールバック関数が決定されるので、インライン展開。だから生で、最初からそこに、手書きでコードを書いたようなものが自動的に作られると。だから、まあ、ライブラリ自体は再利用しながら、非常に最適化されたコードを作るのに、まあ、このテンプレートというのは非常に重要であると。ということになります。で、まあ、こういうテンプレートを使うと、もっといろんなことができてですね、まあ、テンプレートメタプログラミングという言い方をしますけれども、一つだけ例を、紹介すると、例えばテンプレート引数、さっきクラス名がありましたが、ここ、整数だったり、ブール値だったり、true or false ですね。だったりしてもいいと。いうわけです。それから、まあ、これ一般的にこの t っていうのが型で置き換わるわけですが、ある特定の
型が来た時だけこちらを使うと、特殊化といいますが、そういうこともできます。でこういうのを使うと、実は再帰構造というのとか条件文というのを作ることができて、そこでプログラミングみたいなことができると。しかもそれはコンパイル時に全部評価されて、例えばこんなことができます。はい。ファクトリアルですね。階乗計算すると。普通はこれループ、一般の N だとループを回すわけですね。N×N-1×N-2× って言ってループ回すんですが、例えば、テンプレートを使うと、こういうことができます。こちらで一般の場合の、ファクトリアルというのを、定義します。N が来たら、その N-1 の値に N をかけると。でこちらは、まあ、一番 1になった時の特別バージョン。1の時には1を返す。はい。でここで例えばファクトリアル5って書くと何が起こるかというと、最初ここに5が入ったものが作られます。だから 5× ここ、ファクトリアル4のバリューっていうのが掛け算されて。で、ここがさらに評価されて、ここが4が入って 4×3 と。で、3が入って、それで最終的にここが1になったら、こちらなので1なので1が入ると。でこれ全部展開したものが改めてコンパイラーでコンパイルされると、はい、だからこうやって書いたのは 5×4×3×2×1 って書いたのと全く同じになりますね。でその場合にはおそらくコンパイラーは、コンパイル時にそれを計算してここは単なる120という数で置き換わると。だから実行時のオーバーヘッドが全くないと、まあ、そういうこともできます、はい。まあ、これがテンプレートメタプログラミング技術ですね。で、まあ、アルプスでは、これを非常に、うまく使って、柔軟性を保ちながら、性能を落とさないような、プログラミングというのをやっていると。ということです。それからもう一つ最後に、紹介したいのが、まあ、後処理に、ポスト処理に使うような、スクリプト言語の話を少しだけします。はい。まあ、メインは C++ で書いてるんですが、まあ、C++ の、悪いところっていうか、一つだけ悪いところがあって、さっきのテンプレートみたいなのを使うと、コンパイル時間が比較的長くかかります。というか、かなり長くかかる場合が多いです。中で全部展開してるので。はい、なので、なんかその、例えば、後処理、解析を行うような時に、いろいろこう、いろんな関数をこうつなぎ合わせていろいろ試すっていう時には C++ っていうのはあんまりいい方法じゃないわけですね。もっと簡単な軽いプログラミング言語の方がいいであると。ということで、スクリプト言語を使いましょう。でスクリプト言語たくさんあります。Perl とか Python とか Ruby とか Shell とかいろいろありますけれども、まあ特徴はコンパイルなしで、プログラム書いて実行すればその場で実行できると。なので、まあ、スピード的にはそんな速いわけではありませんが、非常に使いやすい。それで、アルプスでは Python を使いました。使っています。まあ、今、現在、スクリプト言語の中では、世界で一番広く使われている言語だと思います。で、まあ、こういう言語は Mac や Linux などにはあらかじめインストールされてますし、Windows でもバイナリパッケージなどが用意されてます。はい。それで、まあ、その場で、エディターで、まあ、エディターで編集して、実行もできますし、コマンドラインで、まあ、実際に 文章を書いて、評価することができると。だから、まあ、電卓代わりに使うのも非常にいいですね。はい。それから、Python の特徴としてですね、パッケージ、まあ、ライブラリとかモジュールとか言いますが、が非常に充実してます。例えば、データの読み込みですね。CSV、コンマ、カンマセパレーティッド、なんとか、何が V だとか忘れましたけど、コンマで区切られたテーブルであるとか、XML、HDF5 の読み書きもできますし、例えば、データベースですね。SQL 使ってデータベースにアクセスするとか、あるいはネットワーク越しに、まあ、例えば HTML、HTTP であるとか、そういうもので、データのやり取りすると。あるいは、機械、なんか実験機械の制御であるとか、あとは文字列処理
実際の計算もいろいろできます。それからもう一つ図を作ると、例えば Python だと matplotlib っていうライブラリがありまして、まあ、それを使うと、図もその中で使えますし、あとは GUI を作る、 Python だと WXPython とかいろいろあります。それを使うことによって普通の Windows アプリケーションのような GUI も比較的簡単に作ると、まあ一言で言うといろんなアイデアを手軽に試すことが可能で、そういう用途には非常に向いているのがスクリプト言語です。で、ALPS でも後処理の部分に Python を使います。はい、それで実際どういうふうに使っているかというと、Python のモジュールライブラリーを ALPS で作って提供していると。どういうモジュールかというと、例えばシミュレーション結果を読み込んだりモンテカルロのデータを、処理するようなライブラリモジュールを作っています。それでそれは Python から使えるわけですが、それを、元々の C++ のコードと共有するためにそのブーストの中に、C++ のクラスや関数を Python から利用するためのそのライブラリみたいなのがあります。ブースト Python ライブラリというのがあって、それを使って、Python の API を提供していると、はい、それで後処理だけじゃなくて、例えばパラメーターの準備であるとかシミュレーションの実行すべて Python の中から実行することもできます。はいはい、で実際結果のシミュレ、結果を書くとき、こういう感じで Python スクリプトを書きます。ALPS で用意しているのはこの PyALPS っていうモジュールですね。はい、それからここでは matplotlib という、Python で提供されているそのプロットライブラリを使います。でこの PyALPS っていうの、ライブラリを使うと、シミュレーションの結果から、ある物理量をロードするということができます。だからどういうシミュレーターを使ったかによらず、大体同じ形式で書かれているので、これを使うことによってロードできると。でそれを、例えば、横軸 T 温度ですね、で縦軸を今読み込んだ、時間の事情、でそれを、違う L ごとに、 L っていうのはシステムサイズだと思いますが、それごとにまとめ直すというような関数で、こういうふうにまとめ直す と、図をそれを、matplotlib に渡して、図を作成するとということができます。でこの例は実際先ほど、最初の部分で紹介した参考文献ですね、実験技術の中にこれを使って、量子モンテカルロで量子スピン系の磁化過程、磁化の磁場依存性ですかというのをプロットするような方法について、実際に具体例が載っています。実際にすぐ試すことができるので、お試しくださいということで、本来ここで、デモも少しやりたかったんですが、PC でうまく画像が送れないので、今日はやめておきます。また次回、仮にうまくいったらやります。ということで、今日のまとめですが、今日は、最初に、特論 C の全体像を紹介して、どういうことを目指しているかと、どういうことに、どういうゴールに向かって、情報提供したいかということについて述べた後で、ALPS の全体像ですね、どういう模型をどういう方法でやっているかと、それから、どういう背景、どういうモチベーションで ALPS を使い始めたかと、作り始めたかということを紹介しました。で後半では、アプリの作る場合のデザインっていうのが非常に重要だということで、どういうモチベーション、あるいはどういう使われ方というのを想定して、それに対して、どういうツールあるいはどういう言語を使ってどういうふうにデザインしたかということで、C++ であるとか XML あるいは Python のお話をしました。で、フレームワークとしての利用というのは来週少しお話しします。で来週は、プログラムの中身はここまででいいと思うんですが、もう少しこう体制であるとか、そういうものについて、お話ししたいと思います。
ちょっとタイプがありますね。アルプス開発の経緯と開発体制、それからライセンスどうするか、これは大きな問題です。それからまあいろんなツールを、どういうふうに使っているか、はい、我々が使っているツールの紹介、あるいは使い方の紹介というのをしたいと思います。それからまあこれはアルプスから少し離れるかもしれませんが、アプリケーション普及のためにどういうことをもう少し大きな枠組みを考えなきゃいけないか、それ実際どういうこと、どういう取り組みを行っているかということについて、来週お話ししたいと思います。はい、本日は以上です。ありがとうございました。東堂先生どうもありがとうございました。